も皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、お知らせです。皆さん、昨日ですけどね、6月25日、ガズのわがままウクレレのクラウドファンディング開始した途端、当日になんと目標金額に達してしまい、そして今、欠品だらけっていう状態になっております。クラウドファンディング、最中から終わってからですね、ものすごい問い合わせとかいただいてまして、まだ買えないんで、もう買えなかった、次の販売予定ないんですかってすごいメッセージいただいてまして、今ですね、このガズレレのわがままウクレレチームでですね、もう昨日の夜ぐらいからもう右往左往の緊急会議じゃない、ベトナムのとやり取りしたりとかして、なんとか次この期間中に出せないかということでですね、いろいろ会議を重ねていろいろ確認をしててですね、なんか増やそうと、皆さん増やします、もうちょっとウクレレ、あのね、これはやっぱこっちのね、僕の一存ではどうすることもできないんですけど、大丈夫な感じに なってきました。そこでですね、今レディフォーのサイトに、なんていう返礼品を増やす手続きを今書きようとしているところなんですけど、いつ公開になるかわからないんですよ。なんで、またね、ちょっと増えたっていう時には、またこの YouTube でご連絡しますけれども、ひとまず皆さんも、ちょっと暇さえあれば、レディフォーのサイトはちょっと見といてください。そこでまた追加されるものがあります。ウクレレね。コンサートウクレレとソプラノウクレレですけれども、もし、逃しちゃった、もう欲しかったという方、まあ、セカンドチャンス来ますからね、本当に、まあ、驚愕の一日で亡くなっちゃうということで、まあ、そこはね、もう本当にありがとうございます。びっくりしましたけどね。はい。そういうことで、整理しますよ。セカンドチャンスです。昨日一日中、さっきまでこういろんなことをベトナムとかこのガズレレチームで話し合って、なんとか次の、追加分を用意できそうです。レディフォーのクラウドファンディングページでいつそれが公開になるかが未定ということです。もし公開されたらすぐに公開しますけれども、ひとまず皆さんの方でもチェックしておいてくださいというご連絡でございます。そしてご支援くださった皆さん、ありがとうございます。でね、しっかりあとはもう本当に最終調整したものを梱包して皆様の手に届くところまで、もうしっかり、責任持ってやっていこうと思ってますんで。はい。よろしくお願いいたします。それでは、チェックしておいてくださいね。さようなら。